マッチプレーの決勝で敗れ、その雪辱に命を燃やしたのは中島恒幸ばかりではない。1987年、高橋克成と8時間にも及ぶ死闘の末に敗れた尾崎将司もその一人である。89年の決勝はこの尾崎と気鋭の若手牧野宏との間で行われた。尾崎はスタートの1番ホールこそ牧野に先制を許したものの、その後はバーディーラッシュであっさりと逆転、試合の主導権を早々と握った。一方牧野は相手が尾崎であることを意識してか、ショット、パットともに決まらずに自滅する形で差をつけられていった。そして前半の16番、パー4の第2打、尾崎のピッチングウェッジはボールをしっかり捉え、そのままカップイン。見事なイーグルであった。試合は17番を終えたところで尾崎の5アップ、一方的な展開になりかけていた。だがこの試合に日本タイトルの4冠達成とプロ通算60勝がかかっている尾崎は攻撃の手を緩めることはなかった。まるで高橋に敗れた怨念を牧野にぶつけるかのようであった。18番の4打目、牧野が寄せきれなかったのに対して尾崎はバーディートライであった。1メートルほど横にそれたが、尾崎にはこれで十分であった。そして牧野のパーパット、ラインの読みが少し違っていた。これに対して尾崎は難なく入れて、その差をなんと6アップに広げた。こうなると試合の興味はどれだけ牧野が持ちこたえられるか、そして何ホール目がドーミーホールになるかであった。後半に入って2番ホール、尾崎がバーディーパットを外した。それをきっかけに牧野の反撃が始まった。そして今度は5番ホール、牧野の第2打はピンそばに寄った。尾崎のバーディーパットは弱すぎて右に切れた。そして牧野は2メートル半のバーディーパットである。これを入れ、さらに13番でもバーディーを取り、迎えた16番がドーミーホールとなった。牧野のティーショットはフェアウェイの中央に飛んだ。尾崎のティーショットも同じようにいいコースに飛んだ。そして牧野の第2打、グリーンに乗せてきた。しかし尾崎は牧野のショットを見ても微動だにしなかった。余裕の笑顔さえ見せていた。尾崎の第2打、牧野と同じようなところに寄せてきた。尾崎バーディーパット、これを入れれば優勝が決まる。芝目の読みが慎重になった。わずかに外れたが、
パーは確実。しかも牧野にプレッシャーをかけるのに十分であった。続いて牧野のバーディーパット。これを入れて少しでも尾崎に食い下がりたい。それが牧野の意地であった。だがボールは虚しくカップの脇を通っていった。勝負はほぼ決まったが、牧野は OK を出さず、尾崎に優勝パットを促した。敗者から勝者への小さなプレゼントでもあった。尾崎は牧野の心配りに応えるかのように慎重にアドレスに入った。ついに尾崎は念願のマッチプレーのタイトルを手にした。これで通算60勝ですね、はい、いかがですか、その辺。そうですね、こういう勝つためにね、はい、やっぱり頑張ってるわけですから、はい、これからもそういうふうな、優勝に対して貪欲に取り組みたいですね。尾崎将司がどうしても手にすることができなかった日本プロゴルフマッチプレー選手権のタイトル。今ようやくその栄光を掌中に収めた。そして悲願の日本タイトル4冠達成を通算60勝目で飾ったのである。表彰式で見せた笑顔の尾崎がマッチプレーのタイトルの重さを物語っている。